ストリッパー物語は、塚公平による儀曲である。初演は1975年。2018年には同作を原作とした、ラジオドラマが放送された。昭和末期、ストリッパーの明美と、その日ものし二人の元に、幼い頃にしと別れた実の娘、美智子が現れた。明美は、昔に流産で失った娘と面影を重ね、 ニューヨークに留学するという道子を応援する。1981年に本作のしげの数と語りの舞台、ひもの話が発表されている。オールナイト日本50周年、日本映画専門チャンネル開局20周年を記念し、2018年6月11日に日本放送でラジオドラマが放送された。かつてつかに支持した羽原大輔がラジオドラマ向けに脚色。 演出は日本映画放送の社長を務める杉田浄道が担当している。杉田は本作が初のラジオドラマ演出となる。タップダンス監修は樋口秀之で番組冒頭では神田松之城が工場を行った。通常はラジオの収録は1日で行われるが、構想5年、本読み3日、収録5日という異例のスケジュールで制作された。 クライマックスシーンでは、舞台演劇さながらの演技をガンマイクで収録した。収録に先立ち、演出の杉田とキャストの広末涼子、加井と司夫は、浅草ロック座を見学した。杉田は、本作は映像化するには、際どいシーンがあり、喘ぎ声もあるので、ラジオに適しているのではないかと述べている。ありがとうございます。